が始まるよ。文語流取扱説明書。さあ本日はプロ雀士会のご意見番文語葵プロにですねスタジオでのトーク企画に挑戦していただこうと思います。文語プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで本日文語プロにやっていただく企画は文語流取扱説明書。文語プロに取扱説明書を作っていただきたいと思います。何の取扱説明書かと言いますと女流雀士。女流雀士の取扱説明書は以前宮内梢恵プロに作っていただきまして、その後石田麻美プロにアップデートをしていただいたんですが、やっぱり文語プロには文語プロなりの視点があるかなと思いまして、例えば宮内プロと文語プロだと団体さんも違ったりするじゃないですか。あとは文語プロなりのネットワークも、こういったネットワークがある文語プロだったらまたちょっと新しいアナザーバージョンの女流雀士の取扱説明書ができるんじゃないかと思いですね、また別の女流雀士の取扱説明書を作っていただこうと。はい、実際に私の、はい、まあ、夫ですね、お客さんだったんですよね。つまり、はい、私をゲットしてるんですね。あ、確かに、まあ、いいか悪いか別として、リアルゲットされた女流なんで。なるほど、でもゲットだったというね。そう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 、そういうことです、はいはい、なので誰の意見よりも一番的確というか、確かに、ね、現実味があるというか。確かに文語さんのこの流れをトレースしていけば、それは取扱説明書になるわけですね。あ、そうです。つまり私の夫がしていた行動を言えばいいわけですよね。なるほど、そういうことですね。そうですよね、はい、じゃあそれはちょっと聞いていきましょう、はい、これが一番リアルな取扱説明書になるかもしれない。うんうんうん、確かに。これはじゃあゲットする手順ということで説明書を作っていく。ゲットする手順そうですね。最終的にこうすれば女流をゲットできるぞっていう。まあそうですね、はい、女流雀士をゲットする方法っていう説明書に今回なる、うん、女流の説明書っていうよりは、はい、そうですね、女流プロと結婚する方法みたいな、はい、そうですね、女流プロと結婚するっていうその説明書ですね、うん、はい、でもこれ絶対皆さん気になりますよねだって実際に私ね、はい、ゲットされてるんだから。そうですね、はい、それを自慢げに言える精神なんでですか、はい、すごい、はい、まあ、これちょっとぜひ聞かせてください。じゃあまずはじめにどういう印象を持たせるのが正解なのかってことで、まずはお店に好かれる。とにかくお店に好かれる。そうそう、お店に好かれる、はいはい、で、やっぱ女の子のスタッフと男のスタッフで態度変える人いっぱいいるんですよね。なるほどなるほど。やっぱり女の子にはちょっと優しく、あ、ごめん、はい、ウーロン茶ちょうだいとか、うんうんうん、なのに男子スタッフにはウーロン茶コーラとか、そういうところでやっぱりちょっとマイナスイメージがついてる。あ、もう、もうこれだけでもう、まず女流プロとは付き合えないです。なるほど。これをしただけで付き合えないですそもそも。なるほどなるほど。女流、その女の子スタッフと男スタッフ、はい、どちらに対しても同じ態度、はい、で謙虚に、うん、このまず初めに女流プロの方と出会った時の印象は分かりました、うんうん、はい、じゃあその後ですよね。その後どういうアプローチをしていくのがいいのかっていうのをちょっと、なんか私宮内さんの動画見たんですよ、はい、取扱説明書、はい、で宮内さんは女流プロはメンタルが強いっておっしゃってましたよね。言ってました、はい。私逆だと思うんですよ。あ、新説、なるほど、新しい説が出ました。女流プロはメンタルが弱い、弱いんです、女流プロって。なるほど。だけど、はい、自分が一番麻雀強いと思ってるし、みんな、はい、自分の麻雀に自信あるし、うんうん、自分の顔にも自信あるんですよ、うんうんうん、でもメンタル弱いんだけど、それを要はごまかしてる、そうやって強気に見せてる。なるほど。そんなことないっていう、はい、だけど実際はちょっと言われただけでもすぐ気になってその日眠れないとか、はい、結構まあ、文語通信ネットワークの中では、はい、もうなんで、肌から見たらなんでこんなこと気にする必要ないじゃん、赤の他人に言われたことなんて、うんうん、っていうのでも結構気にして、こんなことお客さんに言われて今日眠れないんですみたいな。なるほどなるほど。なので、はい、メンタル弱いからやっぱり優しく全て同調する、女流プロの言ってることに、はい、なんか例えば対局とかでも負けた時に本当は悔しいんです、悔しくてしょうがないんですけど、はいはい、なんかそれを全部なんか、そうだよね、本当そう、ありえない、あなたが一番正しい、あなたの麻雀が一番正しいって、もう全てその瞬間同情するんです。なるほど。本人も分かってるんですよ、はい、本当は自分が下手で負けたと、うんうんうん、だけどそれを一切言わずに、でもあの時こうだったよねとか言わずに、あ、もうあなた一番いい麻雀打ってたよ、内容一番良かったよってひたすら褒めるんです。なるほど。本人分かってますから
分かってる。弱くて負けたこと。ただ今は優しい言葉が欲しいだけなんだってことね。そう、うん、それができる男性なかなかいないんですよ。その日はひたすら、うん、一番いい麻雀打ってたよって、最高だったよ、最高の麻雀打ってたよって、でたまたま結果がついてこなかったねでいいんですよ。なるほど、本人は分かってるんで、うん、はい。じゃあこれはお付き合いするきっかけが何だったのか、ちょっとその前にちょっと聞いて。え、これ聞きます、これ取説でも何でもないんですけど喋っちゃっていいですか。喋っちゃいます、はい、あ、喋り出そう、聞きましょう、はい、あのなんか、はい、きっかけですよ、その、はい、じゃ あの当時まだ LINE がなかったんで、はい、メールアドレスじゃないですか、はい、メールです、ね、でもこれ言うなって言われたんだよな、はい、夫にじゃあ言うか言わないか文庫さんに任せます。まあ言うんですけど、言うんだ、言うんだ。なんかその当時私が働いてたお店で、はい、まあその時上がりの時間で、はい、じゃあお先に失礼しますって、はい、でちょうどその彼も、はい、あの終わるお店を出るタイミングだったんですよ、はい、ちょっと一緒にいいですかって、乗っていいですかみたいな、下までみたいなって言ってきて、はい、エレベーター一緒になって、はい、まあ、私はその時そのそもそも嫌なお客さんだったら、はい、エレベーター内でそんな当たり障りのない話しかしない で、降りたらお疲れ様ですって別れちゃうんですけど、はい、その夫にはえどこら辺に住んでるんですかみたいな、別に嫌なお客さんじゃないし、別に好意もないですよその時は、はいはいはい、けど、まあ、そうですね、でも嫌な気がないから話も発生、そうそうそう、えどの辺に住まれてるんですかみたいな、あ近いですねみたいな、え何線です、一緒ですみたいな、じゃあ一緒に電車乗りましょうかみたいな、なるほど、で一緒に電車乗ったんですよね、降りる駅まで、はい、でそこでその電車内でなんか、え、競馬も やられてるんですね、好きなんですねみたいな、まあじゃあ普段どこのお店他に行くんですかとかいろいろ喋って、うんうんうん、あ、じゃあ今度遊びましょうかみたいな、はい、で私も嫌なお客さんじゃないからいいですよってメールアドレスを交換したんです。なるほどなるほど、つまりいいですか、はい、皆さん嫌なそういう思われてないお客さんなら宮田ぐらい交換できるんですよ。あ、でもこれ大丈夫かなそこまで、まあ、行くことが、まあ、可能ではある、可能でもある、だって実際私そうなんですから。なるほど、そうですね、別に、はい、本当だから何の気もなく、はい、ただ純粋にいい人っていうのは分かってたんで、はい、交換したんですよね、はい、別にそこから男女の関係に進展するとかも何もなく、なるほど、そういう期待も不安も何もなく、うん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 、ってことですね。ただ仲のいい方というところから発展していく。あ、そうですそうです、ありがとうございます。ここで繋がっていきました、繋がりました、これ今繋がりました、繋がりました。でジョリアンプロはあのメンタルが弱いっていう話などがあって、はい、で負けてね、あの傷ついてるジョリアンプロには同調してあげることがいいぞっていう、はい、あと他にこうジョリアンプロにこうした方がいいっていうのあります？ここから要は結婚までの流れをちょっと作っていきたいなという。あ、あります、あります、はい、私一つ言いたいことあったんですよ、はい、なんか、うん、お店に来られた時に、はいはい、結構ジョリュープロなんて興味ねえアピールする人多いんですよ。ああ、なるほど、はい。でも興味なくても、はい、そんな態度取らなくていいじゃないですかっていう人いっぱいいるんですよ。なるほど。例えば、はい、なんか今日ブンゴプロ来てるんですけど打ちたい方いますかってお店の方が聞いてくれるんですね、はい、はいはいはい。で、いや別にいいですと。なるほど。目の前に私いるんですよ私どういう反応すればいいんですかそれ。なるほど。別に打ちたい、文庫さんと別に今日打ちたいとか思ってないんで、うん、それ目的じゃないんでみたいな。そう感じですね、はい、え、嘘でもいいから、あ、じゃあ機会があるならまあって言ってくれたお客様はそれだけで、はい、キュンキュンポイント一気に上がります。なるほど。ギューンと、ギューンと声があるんだ。そう、なんか照れ隠しで言わない方も多いんですよね、はい、別に同卓しなくていいですとか。いやいや、でもそこはあのその文吾さんと打ちたい数っていうのは、はい、やっぱりお店の評価につながるんで、お店が私に対する評価につながるんで、はい、じゃあこれはあれですね、あのセミナーからもつながってくる話ですね。あ、もう全部つながります。なるほど。だから私の旦那全てクリアしてるんですよであと出てる動画とか、はい、全部見てあの反応をくれる、これすごく大事です。なるほどなるほど。だから麻雀遊戯王を例えば応援してる女流プロの方が出たとするじゃないですか、はい、それをすごい面白かったよってであのリツイートして拡散してくれたりとかするのはもう女流にとってはキュンキュンポイントがどんどん上がってきますね。なるほど。私の旦那なんていつも18時30分になると、はい、YouTube つけて、はい、麻雀遊戯王アップしてないのかよっつって私の回を今でもやってくれてるんですか。やってます。これはもう上がってきますね。で、うわ、今日大和さんかーっつって見て、お願いだから見て、しなくても一応見て、まあそういう感じで私が出るのを楽しみに待っててくれる。なるほどなるほど、うん、大事ですね。いや、すごい嬉しいですよ、やっぱり常に見てるぞっていうアピールが大事だっていうことです
ですね。で、私やっぱ結構いろんな変なこともやらされてるじゃないですか。足つぼであんな顔をね、はい、公開したり、それでもそれを笑って愛してくれるっていう、なんかこれ女流プロの取扱説明書っていうか、はい、私の取扱説明書おい、こんだけ書いたの返してくれよおい、これが例え文吾さんバージョンだったとしても、うん、絶対にリンクするところある。 ありますありますよ、ね、本当にだって、はい、あの皆さん女流プロと結婚したいんだったら、はい、まあ、まず私に聞いてくれれば間違いないって私本当にいろんな情報知ってるんで、女流プロたちが嫌だと思ってること、はい、しょっちゅう喋るんでそうですね、はい、はい、できましたね。女流の方と結婚するための取扱説明書、いいじゃないですか、はい、文吾さんのちょっとエピソード参考にちょっと作らせていただきましたので、はい、一回確認をしてください、はいはい、ではいきましょう、女流の方と結婚するための取扱説明書、まず出会い、出会いですね女流プロの方と出会うときはとにかくお店に好かれるようにしましょう。男性スタッフ、女性スタッフ、分け隔てなく接さないともう付き合うことができません、うん、同じ態度で謙虚に接するようにしましょう。嫌悪感がなければ、たわいもない会話から話が弾みます。そのまま遊ぶ約束を取り付けられれば、メアドを交換し、結果付き合うことが可能です、ね、はい、合ってますね、合ってますね、はい、で、その際の重要なポイントです。重要なポイントとして、お店に来られた時に女流なんて興味ないアピールをする人はよくありません。照れ隠しで言うのも良くないです。嘘でもいいので打ちたいアピールをしていきましょう。そしてここから付き合ってから、はい、付き合ってから、女流プロはメンタルが弱いですが、自分の麻雀と顔に自信があるように見せてごまかしています、はい、ちょっと言われただけで眠れなくなるぐらい傷ついてしまうことが多いです。負けて傷ついている女流プロの言ってることには優しく全て同調するのが大事です。友達期間が長くても地道に応援を続けていく、出ている動画に反応するなどでキュンキュンポイントがたまり、恋愛から結婚に発展する可能性が飛躍的に高まります。どんな動画に出演しても笑って応援してあげましょう。そして最後に、最終的には文吾プロに相談しましょう完璧じゃないですか。はい、できましたね、取扱説明書、うん、もうこれがもう文吾さんに相談すればいいんですけど、はい、まあそうだね、はい、いいんですけど、まあでもこれでね、はい、皆さん参考にしていただければ、で女流の方とちょっとね、お付き合いから結婚流れが見えるんじゃないかと思います。なんか、はい、私が例外と思ってるかもしれないですけど、はい、結構いらっしゃいますからね実際、うん、はい、あのお付き合い、お客さんとお付き合いしてる女流プロ、うん、実際いますからねこれもう文語ゴシップになっちゃうんで、ね、もちろん言わないですけど、はいはい、いますから、夢じゃないんですよ別に、うん、うん、本当に、はい、実際にこういうね成功例もあるぞ、ありますあります。私は結婚という最後のゴールまで導かれた女なんです、はい、すごいいい方、そうですね、はい、その通りですね、うん、はい、なので皆さんもこの今のね文語さんのエピソードを参考に、今の取扱説明書を参照していただいて頑張っていただけたらと思いますので、あとは文吾さんが何とかしてくれると思いますので、はい、よろしくお願いいたしますご相談お待ちしておりま す, ありがとうございます。ということで文吾さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとですね、まあ説明書は分かったんだけど、キュンキュンポイントってなった思った方はぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで、またね。